はい、こんにちは、クラウンドです。2040年家具業界未来予測、今回が最終パートになります。早速行ってみましょう。はい、まずはおさらいからいつものように行っていきたいと思います。まず最初、そもそもの取っかかりっていうのは、この成毛誠さんの2040年未来予測か、これを読んで未来大変なことになるな、家具業界大丈夫かなって、思ったのがきっかけで、じゃあちょっと考えてみようっていうふうに思いました。で、1回目に関しては、そもそも家具って2040年に存在してるかな、大丈夫かなっていうふうなところを考えて、でもどう考えても家具はあるよね、なくなるわけないよなっていうところが結論で、で2回目っていうのは、俺らの業界安泰だよね、じゃあ済まないんじゃないのっていう話で、すごくハイテクノロジー化した家具ってメーカー、今の既存メーカーって作れないよね、どう考えてもっていうのと、販売店に関してもなかなか参入厳しいよね。だから結局、家具はあるけど、メーカーも今の既存のね、メーカーも販売店ももう通用しなくなるような、未来の時代に入っちゃうんじゃないかな、大丈夫かなっていうのが、1回目と2回目のざっくりとした内容になりました。で、今回、3回目の最終パート。最終パートは何をお伝えしたいかっていうと、そもそもの話なんですけど、スーパーテクノロジー化って家具するかなっていう、疑問が芽生えるっていう、ここに来てねっていう話なんですよ。で、実際、今回その 1,2 上げて、特に2回目の、動画の時に、いくつか、見た視聴者さんから声をもらったんですね。大抵そのコメントの内容っていうのが、いやースーパーテクノロジー化するのはいいけど好きになれないよなみたいな、そういったいわゆるその疑問やコメントみたいなのがすごく多くて、で、それに代表される話に多分なってくると思うんですけど、それらのねコメントっていうのはもう人間の心の声だと思うんですよ。で、僕も全く同じ、やっぱり印象を持ちます。スーパーテクノロジー化嫌だな、家具が、家電に関しては、スーパーテクノロジー化してすごく便利になって端末化して、IoT ですか、最高ですよねっていう、それ最高かどうか分かんないけど、そういう生活っていうのは便利だろうなとか、ちょっとした反発感あっても、それにだんだん慣れてくるんだろうなって、例えばその携帯ガラケー、俺はもうずっとガラケーで行くよって、スマホが出てきた時ね、一筋で行くよみたいな人はもう今シュッシュってやってるしって、そういうテクノロジーに人間はやっぱり慣れていく、デジカメのが出てきた時もそうだし、レコードから CD に、もう古い話ですけど、移った時もそうだったし、必ずその、カウンター的にその前のものに固執したいっていう勢っていうのはやっぱりいると思うんですけど、でもそれってやっぱり便利な方に結局は流されていっちゃうっていう、歴史ってあったと思うんですが、そういう形になって、家電はそれで、そういうふうになっていくんじゃないかなっていうふうな、想像はつきます。ただ家具に関しては、ちょっと待て、家具だけ、お前だけはちょっと昔のままでいてくれよみたいな、心の、作用みたいなものっていうのは必ず僕はあるんじゃないかなと思います。そう思う根拠っていうのはね、いくつかあるんですけど、ちょっと2つご紹介しますが、1つは、そう、車の中ね、車の内装かな、ハンドル、昔で言うとシフトレバー、あるいはそのノブガチャっていう、あそこの周りって木を使われてたりするじゃないですか、高級なものになると、高級じゃなくてもそう、でも高級なものになると、あれって手に触れるところ、スイッチパネルの周りとかね、手に触れるところだけは木を残すっていう、そういったのニーズっていうのがやっぱり人間が持ってるんですよね。つまりその車って、そのメカメカしくて、もういわゆるそのテクノロジーのそういう意味では塊、じゃないですか。だけど体が触れるところだけはちょっと気は残っててほしいっていう、やっぱり人間の心の表れみたいなものが、ああいったそのパーツだけはその気になっているっていう、その現象に残るんですよ。つまりやっぱり体が触れるところっていうのは、人間やっぱり有機物なので、
どうしてもそのメカであるとか金属であるとかっていうものに対してやっぱり受け入れがたいっていうその気持ちの作用っていうのはやっぱり出てくると。でまあ同じような理由でイームズとかでまあ分かりやすいと思うんですけど、まあ成形のプラスチックっていうのが世の中出てきた時、まあ成形ってあれすごくて結局人間をのその体の形でぐにゅっと曲げて作れるので、まあ究極を言えば本当に体に沿うようなもうピタッとスポットかな、あの下の形状ってできるんですよ。多分あの時代って僕らは生きてないか生きてたか、まあちょっとあれですけど、あの誰しもが思ったと思うんですよ。あのこれからの家具っていうのはこういうもう人間工学のピタッとも基づいたもうプラスチックのその押し型が出てきたんで、まあこれ一辺倒になるだろうな。でもなってないんですよね。あのまあ駅とかのその待合椅子とかはね、あのプラスチックの成形、まあそのイームズ以降のね、まあ、イームズって言っていいのかな、まあ、ちょっとそれはまた違う話になっちゃうんでちょっと置いときますけど、いわゆるミッドセンチュリーのね、まあ、あのプラスチックっていうか世の中に新しい新素材と FRP か出てきたもので、まあ、これが未来の家具になっていくだろうなみたいな、誰しもが思ったけどなってないっていうのはやはりそのプラスチックじゃなかったんですよね。その人が家具として欲しかったものは、まあそういったところのそのまあ2点があって、やはり体に触れるものがいわゆる金属製メカニカルあるいは超ハイテク機器にはなっていかないんじゃないかなっていう、まあ僕の中ではそこまではいかないんじゃないかな。まあ先ほども言いましたけど、家具よお前だけはちょっと有機物でいてくれっていう、そのまあ要は想像してもらってもうガッチガチのハイテクのビルの中にもう全てが硬質的な金属の中にね、まああるいは石の中にね、テーブルもスマホの巨大なみたいなものがあって、まあそれってもう本当に寒々しくて辛い気持ちにやっぱりなるんじゃないかなって想像するだけで思うんですよね。なので2040年の家具はね、僕はスーパーテクノロジー化しないんじゃないかなと思います。まあ少なくともしにくいんじゃないかなと思います。いやむしろ逆なんじゃないかなと今思ってます。さて最終結論入りましょう。2040年家具業界というより今家具の話になってますが、家具ってどういうふうになってるかなって、まあテクノロジーがすごい進化してます。そして1回目にも話しましたけど超高齢化社会です。そういうその中でですね、やはりその一番大事になってくるのは心の部分っていうのがすごく大事になってくるんじゃないかなと思います。なればなるほどっていうのかな、テクノロジーが進化すれば進化するほど人間のその心の置き場所みたいなものっていうのがやっぱり問われると、空間の中にね。でその時その発露っていうのかな、もうせめてその心の置き場所ここだけはっていうのがいわゆるそのビルとか空間とかの中の家具の部門なんじゃないかなと思います。やはりその心の喪失っていうのはやっぱり人間ってやっぱ耐えられないので、心の置き場っていう方向に家具の未来のベクトルは向くんじゃないかなと、まあ、そんな結論が僕の中にはあります。それで、まあ、加えて言っちゃえばむしろ家具に関してはアートに近づいていくんじゃないかなと思います。アート化していくんじゃないかなと想像していただきたいんですけど、もうある未来空間、もうスーパーテクノロジーの、まあ、ビル、そしてその一室すごく無機質で、まあ、ちょっと白っぽくてもう硬質的な金属的なその空間の中に家具があります。でまあ、もちろんスーパーテクノロジー化した家具もきっとどっかの部屋にはたくさんあると思いますが、その一室に関してはどこか心の平穏をの置き場所として、木製の家具が置いてあります。そしてその木製の家具ってどういうデザインしていますかっていう、多分きっとそれはシンプルやミニマルではなくてアートに近い、まあ例えばアンティークの題材の未来版みたいなデザインの家具なんじゃないかなと思います。はい、最後に古いんですけどこの画像を見てもらいたいと思います。ね、
2001年宇宙の旅、僕が最ももう無数に見てきた映画の中で、僕の中ではランキング1位の一番好きな映画なんですけど、僕はこのキューブリックの、この映像っていうのは本当に未来を言い当ててるんじゃないかなっていうふうに思ってやまないんですね。1回目2回目って追っかけて、僕ももう迷いながら考えながら、最終的にどうなるかな2040年の家具はって思った時に、やはりこれだっていうふうに思ったんですよ。まあいろんな考え方が皆さんそれぞれあろうかと思いますけれども、まあ僕の中の結論としては、未来の家具というのはこうなる。で、家具業界の話に転ずるんであれば、ハイテク化した超高齢化になったその社会の中で、心の置き場所、これの受け皿になる家具っていうのをエリアとしてはこれから少しずつでも作っていきたいな、まあ、つまり簡単に言うと、少しずつアート化した方向へのアプローチっていうのを、一旦ではやっていかなければいけないな、まあ、今2021年2040年、まあ、40年だか30年だか50年だか分かりませんが、まあでもやはり未来に対して一つのアプローチとして、アートであるところの家具、この方向性っていうのをしっかりと模索していきたいなと思いました。デザインとかね、アートっていうのはね、 AI には作れないんですよ。今までのそのデータの集積でどれだけビッグデータ化していっても、あるポーンと段階が変わったそのアートっていうのはやはり AI には難しい、まあまだまだ難しいっていう言い方の方が合ってるのかな。新しい何か0から1のものをデザインとして作っていく、アート化していく、やはり未来に対してのアプローチ、家具業界はそっちの方へ、舵を切っていく必要性があるのかもしれません。はい、3回にわたって、3回とも見ていただいた方ありがとうございます。今回の動画はね、結構視聴回数はまだまだなんですけど、でも平均視聴時間というのがすごく長くて、一定の人に見ていただいたなっていうすごい感じがあって、すごく嬉しいです。これからもね、独自な視点でね、家具業界や、まあ、家具のこと、まあ、デザインのこと、まあ、いろいろ話していきたいなと思いますので、引き続きねこの動画見ていきたいなって思ってくれた方は、ぜひチャンネル登録の方よろしくお願いします。高評価もねお願いします。はい、そんなわけで今回のシリーズは以上になります。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。